こんばんは、ジュリです。今日も YouTube をご覧になってくださってありがとうございます。この動画を見るとあなたも必ずモテるようになりますので、今日の内容も楽しみにしていてください。はい。で、話しかけられた時、急に話しかけられた時とか、その時の反応っていうのは結構嘘がつけなかったりするんですね。だってあなたが伝えたことに対してやっぱり脳みそって一瞬考えたりするから、本当にね、出てしまう反応っていうのはあなたのことをどう思っているのかすごく出やすいんじゃないかなって思います。なので今日はですね、あなたがパッて話しかけた時って、できればね、いきなり話しかけるといいかなって思うんですけど、その時の反応を見て女性の気持ちを分かるようにしていただきたいなということで、話しかけられた時あなたが好きな反応を押せというお話をさせていただきたいと思います。この動画がいいなって思っていただいたら、チャンネル登録と高評価の方もお願いします。で、概要欄から LINE の友達を募集してます。こちらお友達になっていただいた方には3つのモテる動画を無料でプレゼントさせていただいているのと、私と直接お話ができる機会のご案内もさせていただいてますので、よかったらお友達になってください。はい。では話しかけられた時あなたが好きな反応5選。まず1つ目、めっちゃ笑顔になるです。やっぱね、あなたがいきなりパッて話した時、はーみたいな感じで、すごいびっくりだけどめちゃくちゃ嬉しいみたいな顔になるんですね。で、もちろん一瞬びっくりしますよ。なんとかかんみたいな、ゆうじくんみたいな感じで、反応、笑顔に出てくる。でも、あ、びっくりしたーみたいな、おー久しぶりーとかだったら、ちょっと違うかもしれないし、あ、ゆうじくんかみたいな感じでも、ちょっとね、好きではない反応ですよね。でも、あ、嬉しいみたいな反応になった時は、あなたを好きな可能性がすごく高いかなって思います。はい。そして2つ目、微笑むです。で、微笑むも、なんか、うつむき加減に、久しぶりみたいな感じっていう感じ、これはね、結構あなたのことが好きな証拠の一つになるんじゃないかなって思います。もうびっくりして嬉しいけど恥ずかしいみたいな時に、女性っていうのはちょっとなんかうつむいてくて、へへみたいな風になっちゃったりする時があるんですよね。なので、うつむき加減で微笑んでなんか嬉しそうだなっていう時も、あ、これちょっといい感じかなっていう風に思うといいかなって思います。はい。そして3つ目、目がキラキラする、みたいな、もうキラキラみたいな、だから目をちゃんと見てくださいね。目って本当に表情があるので、で、目は口ほどに物を言うっていうように、口でね、あ、素敵ですねって言ってたとしても、目が死んでる時があるんですよ。なんか全然思ってないでしょみたいな時ってあるんですよね。だから相手が本当に素敵ですねって思っているのか、あ、素敵ですねって、わかる？この違い、素敵ですね、え、素敵ですねって感じ、これをちゃんと見分けることができれば、すごくね、コミュニケーションね、いろんな人とのコミュニケーションもすごく良くなるし、相手の気持ちっていうのも分かるようになりますので、ぜひ目を見るということをやってみてください。はい。そして4つ目、嬉しそうです。おーおーおーみたいな、嬉しそうですよね。会えてよかったみたいな。まあ、これもね、笑顔と直結するかもしれないですけど、まあ、嬉しそうだったり、あ、嬉しいって言われた場合は、あなたのことを好きな可能性はすごく高いかなって思います。で、嬉しそうかどうかっていうのも、やっぱり表情だったり、目だったりにすごいたくさん出てくるので、言葉を大事にするんじゃなくてね、そういう時は。で、女性は言葉をね、聞きたいと思うけど、でも女性は実際言葉よりも行動で表していること多かったりするんですね。なので、相手の言葉ももちろん大事だけど、表情だったりとか目だったりとかにいろんな気持ちが現れてるので、しっかり見るようにしてください。はい。そして5つ目、少し笑う、あはは、うふふみたいな、あはは、うふふみたいな感じで、それは嬉しくて言葉が出てこないけど、あはは、みたいな感じでなったら、あ、それ嬉しいよっていうサインなんじゃないかなって思います。で、もちろんね、全部がそうってわけじゃないけれども、今日話した5つっていうのは、とてもね、相手をよく見てないとわからないことなので、ぜひ見て、ね、相手をよく見て観察していただければなと思います。はい。ではおさらいしますね。話しかけられた時あなたが好きな反応5選。まず1つ目、めっちゃ笑顔になる。2つ目、うつむき加減で微笑む。3つ目、目がキラキラする。そして4つ目、嬉しそう。そして少し笑っちゃう、うわっとか、あははとか笑っちゃうです。しっかりね、頭に入れといてくださいね。
はい、では今日のおしゃべりコーナー行きたいと思います。皆さんに質問です。夏ってね、すごい私ビールが美味しそうだなって思うんですけど、実際に私ビールが飲めないんですね。何回もチャレンジしたことあるんだけど飲めなくて、皆さんビール飲めますか？好きだよとか、ビール糖だよとか、なんかね、ぜひ飲めないよとか、コメント欄にアウトプットしていただければ嬉しいです。はい、ではですね、概要欄から LINE の友達とメッセンジャーの友達、そして無料のオンラインサロン、クラブハウスの友達を募集しています。たまにやるゲリラライブのご案内だったりとか、私と直接お話ができる機会のご案内もさせていただいてますので、よかったらお友達になってください。はい、では今日も一日お疲れ様でした。ゆっくり休んでくださいね。また明日。